はい、こんばんは、ギタリストでありミュージシャン竹下敦です。本日ね、ご紹介するのはこちら、グレコ製のレスポールです。ヘッドはね、こんな感じになってます。ギブソン社の純正のゴールドのペグがついております。これはね、六角のナット式になっておりまして、大変精度がいいですね。はい、そしてここね、ずっと面取り加工をしてます、ヘッドに。これはね、私が丁寧に仕上げました。目を取ってね、かっこいいでしょ。でボディなんですが、こちら艶消しになっております。でこのレスポールすごく面白いのはね、実は中空なんですよ。ほらね、で音の方なんですが、フロントのピックアップから聞かせてみますね。こんな感じの音です。そして今度次にはね、リアのピックアップいってみようか。しかし、下側に下げるとね、リアのピックアップに変わります。こんな感じで音です。ただね、私の好みはフロントのピックアップで、このリフを弾くのが、とても気持ちがいいです。このフロントに切り替えました。上にスイッチを上にするとね、フロントになります。こんな感じの音です。雰囲気が良くないですか。ちょっと甘いね、甘い感じの。そしてこのクラシックの音、ね、これはね、フロントの方がすごくいい音、気持ちのいい音がします。でフレットの方なんですが、若干傷んでいて、できれば近いうち打ち直しをしたいなと思ってます。私ね、ほとんどね、普段歪ませることないんですけど、使ってるね、マーシャルの DSL ランプを歪ませてもこれだけの。これだけのね、まろやかな音がするって聞いたらなかなかないですね。これからもね、大事に使っていきたいと思います。本日ご紹介いたしましたのはこちら、グレコ製のレスポールです。大変気に入っております。特にヘッドがギブソンのゴールドのペグ、かっこいいですね。これはもうね、手放すことはないでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。バイバイ。